Pegue 6。皆さんこんにちは。ゼルダの伝説のプロデューサーのアーノ・マエイジです。この映像では10月22日に発売するゼルダの伝説トライフォース三銃士をいろいろとご紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。ゼルダシリーズは基本一人で遊ぶゲームとしてね作ってきてましたけれども、本作は、3人でマルチで遊ぶ、ね、そういうゲームを前提に作ってます。シリーズのマルチプレイといえば4つの剣が、ね、ありますよね。ゼルダの25周年の時にリメイクしてね皆さんに遊んでいただきましたけど、トップビューでこう1画面にねマルチで遊んでる人たちがどう動いてるか分かるっていうね、こういうマルチってゼルダならではの遊びだなっていうようなご意見たくさんいただいて、よしまたこういうマルチ作りたいなってずっと思ってたんですけど、なかなかそういうトップビューのゼルダっていうのは作る機会がなくて、ですけど前作でね、神谷のトラフォース2、これトップビューの 3D をですね高さ方向にこう生かした遊びをいろいろ入れました。これ使ったらまた新しいマルチができるんじゃないかっていうことで今回トライフォース3作ってます。4つの剣はね4人で遊ぶものだったんで、で今回3人なんですね。紫色のリンクさんはいないんですけれども、さっき言った、高さ方向の遊びとかいろんな新しいものを入れていく中で3人が一番遊びやすいスタイルだと開発の上ですごく手応えを感じているところですので、楽しんでほしいなと思ってます。遊び方としてはソフトを持ち寄ってローカルプレイはもちろん、ソフトが1本あればダウンロードプレイで遊ぶこともできます。もう一つの遊び方としてですね、インターネットのプレイに対応しています。でもインターネットプレイってどうやって謎解きするんだろうって疑問に思われている方も多いと思いますので、ここから実際のプレイを交えながらご紹介していきます。はい、ではゲームを始めます。ここね、ドレース王国というこの王国での物語なんですけども、街の中をねゆっくりこう紹介したいとこですけども、今日はもうまっすぐゲームに行きます。お城の中にね入ります。はい、ここに一人男の人がいます。これオールバック教っていうねゲームの進め方なんかをいろいろ教えてくれる人ですが、今日もまあこれはちょっとお話はせずにこうまっすぐ行っちゃいます。はい、ここがですねマルチプレイをする、マッチングのロビーですね。ここにおじいさんがいますんで話しかけます。まあ、今日は3人1組に向かねばならずと。で、ローカル通信、インターネット通信、ダウンロードプレイっていうこの3つから選ぶ形です。ローカル通信はねみんなでこう持ち寄って遊ぶローカル通信ですね。それからこのインターネット通信、これはインターネットで遠く離れた人と遊ぶとき、でダウンロードプレイは、一つの、ねソフトでみんなで遊ぶっていう時ですね。この中から選んでもらうわけですが、今回はインターネット通信を選びます。はい、で、インターネットにつながるとですね、この見知らぬ勇者、フレンド、どっちを選ぶかっていうことになるんですが、このフレンド登録をしとくと、いつもの友達と遊ぶことができますけど、今日はですね、見知らぬ勇者、インターネット越しに実は開発スタッフが待ち構えてますんで、そことつないでみようと思います。はい、そうするとですね、最初にこの、エリアっていうものを選ぶ、これ全体マップがありますけど、この中からこう、選ぶんですね。一番最初のこの森林エリアっていうのを選ぼうと思います。で特別任務っていうね、これも説明するとちょっと長くなっちゃうんですけど、これも選択できるんですが、今日は特別任務はなしということでいきます。はい、インターネットに接続しています。はい、これで仲間が合流するまでここで待つということになりますね。ここにトライフォースのマークがあったり、ここにキャラクターがいたりとかですね。はい、スタッフ1っていう人が入ってきました。入ってこうね言われるんで、こっちも入って、これがですねコミュニケーションアイコンという、インターネットプレイで自分の意思を相手に伝えるため の, 道具ですね。はい、スタッフに入りました。こうみんなが一緒になったんで、はいなんて言いながら、よしよし、じゃあみんなレッツゴー、行こうよ行こうよみたいなことを言ったりとか、
あの相手が何かこういいことした時にはやったねみたいなこととか、そういうあのコミュニケーションを取るためのアイコンです。さあでは、早速ゲームにスタートしましょう。よいしょ、そうね、はい、スタートするんですけれども、今度はここの中でコースを選びます。先ほどエリアで森を選びましたので、その中のコース全部で4つありますね、これをですね、まあこれも一番最初のデクの森っていうのを選ぼうと思います。はい、そうするとですね、ルーレットってのもあるんですけど、僕はデクの森選んだんですけど、そうじゃない人もいたりするので、で、次はですね、今度服を選ぶ、どんな服で行くのか、これまだ2つしかないですけど、実際はもっとたくさんの服が手に入れることができるんで、今回はまあね、兵士の服で行こうと思います。はい、皆さん兵士の服でした。さあ、ゴーですね。で、このトライホースの文様でワープして、ゲームのコースに入っていきます。で、今ここにコースの中にアイテムが3つ置かれてます。今回はあのこれ見ていただくと分かるように弓矢なんですけれども、遊ぶコースによってどんなアイテムをそこで使うかっていうのはまた変わってきます。だから弓矢が1個だけだと違う、爆弾だったりとかいろいろなアイテムが置いてあるんで、自分は何を使おうかみたいなことをここで選ぶということになります。で、最後に私は取りましょう。よいしょ、はい、取りました。で、そうするとですね、3人ともあのアイテムを取ったので、今トライホースが光りました。あそこがゴールです。はい、ね、ここで扉が閉まってますよね。で、スイッチありますけど、高いところにもスイッチがある。高いところにアクセスするのは今作の特徴のね、トーテムってやつをやります。はい、まず僕は赤い人を持ち上げます。で、青い人に持ち上げて持ち上げてってやると、最大ね3段こうやって重なります。さあ、この高いところにこの赤い人をですね、乗せるんですね。で、私中央ですから、私がやっと投げます。はい、あ、そうですね、ナイスですと。今度は青さんが私を投げてって言うと投げてくるんですね。で、こう乗ると、で、3人同時に乗って OK。 これが今作の高いところにアプローチするトーテムという遊びです。これがですね、さまざまなあのコースの中にネタとしてありますので覚えておいてください。さあ、次行きましょう。はい、敵が出てきましたね。あのさっきは、まあ、敵なかったんですけど、今こうやられるとハートポロロインって出てますね。今ハートが2つ減りました。このゲームはですね、3人でハートが共有されます。まあ、この辺が協力プレイのね、醍醐味かなというところですけど。はい、はい、敵が全滅したのでゴールが生まれました。で、ここでまた3人で一緒に行きましょう。はい、と最初からここなんか狭い場所ですね。よくある衝撃反応スイッチという、剣で叩くとスイッチオンというやつですね。今あります。やめて、そのね、敵のところに投げるのやめて。あ、はいはい、大丈夫ですね。はい、だから敵のところ投げる、ひどいな。まあいいよ、まあいいさ。はい、ここ先行けないぞと。行けませんよ。でやめて、無理無理無理、それきっと無理だから、こっち来て、こっち来て。ほら、ここにね、衝撃反応スイッチってやつがあるんで。よいしょ、キャッ、当たりました。あ、ちょっと待って、ハート、ハート、ハート取っとかないとダメですね。この辺なんだろうね、そっちも、あ、ないか。じゃあ、まあ、行きましょう。うん、なんか、頑張れって、僕も頑張れってこれ、冷静にならないといけないですね。はい、
これはもう最後はね、ね、そうそうそう、ほら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 、ほら、そうそうそう、はい、え、はい、終わりました。割と私今いとも簡単にやってますけど、もう開発中何度となくやったコースですので、はい、これがコースの最後のステージですね。そうするとですね、この宝箱が3つ置かれてるんですね。この服っていうねものを作るための材料が手に入るんですね。バズジェリーというのを手に入れました。これは今見てわかるように、箱の中身が違うので、これかなと思うやつを自分で開けていくとレアなものが手に入ったりもした。じゃあこの後この服についてですね、詳しくご紹介したいと思います。街にね戻りますね。ここにですね、マダムテーラーという服を作ってくれる店があるんで入ります。はい、店の中に入ってきました。ちょっとね怪しいおばさんがいますけど、この人に話しかけてみます。この人がね服を作ってくれるマダムです。オーダーカタログっていうのが出てきますね。ここでオーダーしてみます。さっきバズジェリーっていうのを手に入れましたんで、それを材料、その材料を使ってみましょうね。はい、このバズジェリーっていうのを使って作れるアモスの魂っていうのも必要ですけども、これで作れるコキー族の衣装、これはですね、なんと矢を3方向に撃てるようになるんですね。これを作ってみましょう。よいしょ、はいと、はい、なんだか怪しげな音が聞こえますが、まあ、一生懸命作ってるってことなんでしょうね。はい、さあどんな姿になるのか。はい、まああんまり変化ないですね。同じ緑の服ですからね。こうやって3方向に弓を打てるとね、1本だけだとなかなか当てにくいのが簡単に当たるんで、これをまあうまく使ってほしいと思います。そしたらですね、せっかくですのでもうちょっといろんな服を作ってみましょう。この8ビットボーイなんだこの8ビットボーイとは。これを作ってみましょう。よいしょ、さあどんな、はい、四角いっすねね、昔懐かしい8ビットキャラクターのようなお気になって分かるように、ゲーム音楽まで8ビットになるんですねこう鏡に映すことができるんですね。こうやってこんないでたちになりました。はい、もうまあ見た目が変わるのに加えて音楽変わって、ちょっと各ステージねまた違った楽しみ方ができますね。これもあんまりこの服を着てたからなんかちょっと強くなるとかあんまりないんですけどね。もうちょっと作ってみましょうか。はい、何を作るかというと、これですね、ブーメラン酋長。はい、さあさあさあ、おお、なんか本当に酋長らしい格好になりましたね。はい、見ていただいて分かるように大きなブーメラン投げてますね。ゼルダシリーズのブーメランって敵をですね止めることはできるんですけど攻撃はできなかったんですね。でもこの大きなブーメランと攻撃することもできるので、これを使って、どんどんコースをクリアしてほしいと思います。はい、こうやってですねコースをクリアした時に手に入る材料を使って服を作るんですけれども、少ないものだと2個ぐらい、ね、材料が必要で、多いものだと、ね、5個ぐらい必要だったりするんですよね。でその中でもレアな材料が必要で、それがないと作ることができないっていうものもあったりします、ね。先ほどねちらっとお見せしましたけど、エリアを選択するときに特別任務っていうのをね、選べるようになってましたけど、クリア条件を変えた遊び方があってですね、それでないと手に入らないレアな材料っていうのもあったりします。でそういうものを集めてきてここで服をね作って、それぞれがまたゲームの中でねいろんな機能を持ってますので、それを使ってまた次々とコースをクリアしていくと、そういう形で遊んでほしいと思います。はい、駆け足でご紹介してきましたゼルダの伝説トライフォース30シー、いかがでしたでしょうか。インターネット越しだとですね、どうしても声が届かないんで、ちょっとまどろっこしい思いするところがあるかもしれないですけど、先ほど紹介しました、下画面の、ね、アイコンを使って自分の意思が相手に伝わった時ってね、すごく嬉しいんですね。それをね、多くの皆さんに体験していただきたいと思っています。よろしくお願いします。